はい、メダ家族ドエス、いつもご視聴誠にありがとうございます。最近暖かくなってきましたね。いよいよメダカシーズンに突入するんじゃないかと。はい、皆さん用意の方、準備の方はいかがですか？できてますか？新しいメダカ何にしようかな、これにしようかななんていろいろ考えてるんじゃないかなと思うんですけど、メダカを始められてすぐの方、まずメダカを見てですね、あ、綺麗だなとか可愛いなとかそう思われて購入譲ってもらったりとかね、いろいろあると思うんですけど、大体まあ今どうでしょうね、夜桜とかその辺なんでしょうかね、やっぱみゆきかな、みゆき楊貴妃その辺を、見ちゃうとやっぱりね綺麗だなって思うと思うんですよ。楊貴妃、みゆき、この辺は楊貴妃同士、みゆき同士を掛け合わせれば大体ね 100% 近く同じ、親と同じ個体がこう出てくると思うんですけど、そこでね、メダカってこんなもんなんだと思って、新しい新種のメダカに手を出しちゃった。そうするとね、結構ね、へこんじゃう。それが固定率。固定率というのは、やっぱり新種のメダカほど固定率が低くなっている。まあ、100% じゃないですけど、まあそういう傾向にある。というのも、新種のメダカができる。で、搾取者。やっぱりね、世の中にこう出したくなる。売りたくなってきますよね。その時に、やっぱ、なるべく早く出したいじゃないですか。だから、まあ、ある程度数が揃ってくると、こう、固定率は 100% にして、こう、出していただきたいんだけど、まあその前に3割とか2割とか4割とかその辺で放出する。で、皆さん、メダカ愛好家の方購入するわけです。で、また増やしてこうヤフオクとかね、販売す、まあショップであったりとか販売するんですけど、そこでね、なかなか難しい。がっかりする方がやっぱりいらっしゃる。現実ね、がっかりしちゃう。子供が親と違うじゃないかって。まあこうなってくるわけですね。まあ100匹とか200匹とかこう産ませた時に40匹とか30匹とかいる分にはいいんですけど、もし産卵がね、芳しくない。10匹とかね、20匹あたりで、で、子供が親と似ていないのが8割とか7割とかなっちゃうと、ちょっとね、購入される方っていうのはもうがっかりというか、残念な感じになっちゃうんですね。だから、その辺考えて、購入する方も考えて、新種のメダカには手を出していくときにはその辺をよく考えながら入札、落札するということですね。どうしても、まあ欲しい方というのはいらっしゃいます。その場合、その辺を覚悟して、固定率が低いんじゃないかというのも頭の中にこう考慮して、頭の中に入れといて入札、落札してください。はい。おそらく、説明文の中にも固定率がそんな書いてないんじゃないかなと思います。はい。はっきりね。100% っていうのはもうまずない。100% 出ますなんて書いてね。100% 出なかったらもう大変なことになりますんでね。ということで、購入するときは、まあ質問しても、もしかするとわかんないかもしれない。その辺はね、飼育、そうですね、産卵状況、飼育環境によって変わってくる。
たまたまね、100個卵を産んで、で、うまく育ったのが、その親とは違う形、容姿をしているメダカたちばっかりだったら、また固定率低いんじゃないかって思うんですけど、そういうたまたまもあるし、なかなかね、100% 近くというのは難しいと思います。その辺もね、考えて入札してやってください。出品される方もね、まあ 100%、届いたメダカの子供が 100% 親と同じ個体が出てくることを、まあ心の中ではまあ願ってるとは思うんですけど、なかなかその辺はね、難しい。一番難しいかもしれない。うまいこといかないかもしれないんですけど、許してやってください、そういう時は。はい、ということで、メダカを買う時、購入する時、新種メダカに手を出したらいけないではなくて、手を出してもいいですけど固定率が低いかもしれないということを頭の中に入れて購入してください。ではこの辺でドローンします。メダカ族ドエした、ピヨヨ。